鳴門海峡の渦潮の世界遺産登録に向けて地質などを調べようときょう海峡付近の岩石の採取作業が行われました兵庫県や徳島県の自治体で作る協議会では鳴門海峡の渦潮の世界遺産登録を目指してこれまでに PR 活動や潮流の速度調査などを行っています。渦潮の発生過程については、 海峡部と周辺の地形が深く関係していると考えられていて狭くて小さな地形がどのように作られたか検証するため今回岩石の調査を実施することになりました調査は南淡路市の道の駅うずし潮の下の海岸付近で行われ小型の電動カッターで切り込みを入れ岩石を採取していきました 協議会では岩石を採取した場所によっての風化・浸食に対する抵抗性の違いなどの実態調査を年明けにも行うということです。